らっしゃいませ。まゆみさん、うさくん、窓見て窓。窓どう、楽しそうっしょ。でかっ。何これ、すげえ。シャボン液にグリセリン混ぜるとできるんだよ。面白い、きれい。復活早っ。ねえ、実はこんなのもあるんだけど。ん？結構すぐ割れちゃうんすね。まゆみさん、綺麗で幸せな時はいつも儚い。キラキラした日々はほんの一時。まるで私の人生みたいだ。驚きのめんどくささ。また見たいならもう一回やればいいことじゃん。変なの。お前に言われたくねえよ。やるなら早くやれよ、このスラムな野郎。この人たちに関しては深く考えたら負けだな。すげえすげえ。河合先輩もこれくらい感情出してくれたら分かりやすいんだけど。コツ掴んできたかも。って、先輩、いつの間に。あの、やりたいんですか？別に。あ、やべ、ミスった。せっかく一緒に遊ぶチャンスだったのに。はあ、うん、中庭で読みたくなっただけだから。めんどくさいっていうのはああいうのを言うんだな。あんたが言うな。先輩、シャボン液余っちゃうから一緒にやってくださいよ。せーの、よっ。どうかしました？口に苦。もうやめて、こっちにしましょうね。平気だから、もう一回したいかも。無意識エロの破壊力ったらねえな。俺のけなげな努力を大喜びで踏みにじるとこ、ほんと最悪です。うさくん立てる？うるさい。先輩、何でもないですから。この人たちの言うことに意味なんて。もう一回一回したいしたい。かもかも。よし、この顔セットでいただきます。何のアテレコだ。うさくん、変なことしたって本当なの？なんで俺。あは、同居人は同罪じゃないですよね。うわー、くそー。またねー。